また来たのか。この僕がいる限り、リトの村には一歩も踏み入らせないよ。いいだろう。よし。行くよ。事情は分かりました。二人とも無事で本当によかった。ですが
その子と同じ形のガーディアンというのは気にかかりますね、姫様。ええ。もし厄災と何らかの関わりがあるのなら、対策を急がなければ。それで、僕の力が必要というんだね。神獣を動かすのにさ。しかし、選ばれたっていう姫好きの騎士がこんなカカシみたいなやつだとはね。なんだよ。どうやら自分も姫様を守る騎士だと言いたいようです。はまったく頼もしいやつらだね。ケル様は頼まれたら断らないのが信条だ。喜んでやらせてもらうぜ。だが一つだけ問題が。実は肝心の神獣の方が厄介なことになっててな。今ルーダニアはデスマウンテンの上にある。近頃は妙に山の魔物が増えててな、神獣のところに向かうのも一苦労だ。だがまあ、おめえらなら足手まといにはならねえな。それはとにかくデスマウンテンに行ってみるとしようぜ。
結構飽きない。違いだ。デカさだな。ぶっつけ本番た。腕が鳴るってもんだ。いきなりでも意外となんとかなるもんだな。おめえも大活躍だったな、相棒。で、ルーダニアのクリテの話だが、ま、このダルケル様に任せておけ。ありがとう、ダルケル。おうよ、俺たちで厄災ガノンに一泡吹かせてやろうぜ。おう、そうだ、戦った後は腹が減るだろう。いいもんを用意してやるぜ。俺様とっておきの特上ロース岩だ。うまそうだろう。一緒に食おうぜ、相棒。え、すまんすまん、
姫さんにも用意しとくんだったな。次会った時には最高の岩を用意しておくからよ。ありがとうございます。ミファーを神獣の栗手に。はい、ミファーならばきっと大事を成してくれるだろうと王も申しておりました。だが神獣を操り厄災を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですがドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。でも変わらないね。あ、この子はガーディアン？かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。そのシド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない。シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。はっ。うん、やってみる。
you kid, huh? で戦うなんて。本当に心配したんだから。でも、ありがとう。よく頑張ったね、シド。先の襲撃でわしらは
薬剤への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても薬剤は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。はい。そなたが神獣の繰り手となることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。